はい、FM 流進堂第2夜です、西の方にも今年もいろいろアートプロジェクトあるぞということで、ちょっと久慈くんの方から話を聞きたいんだけど、いや西の方にもって言ってもさ、うん、西の方にしかないじゃないですか、うん、いや逆に言うたらねいや一応でも今年ほら東も東あるよ、砦があるでしょ。砦はそれはもちろん毎年だけど、うん、小金町もあるでしょ、うん、まああと何かあったかな、まあ、でかい国際展って今年はあの西寄りじゃないかなと思うんですけど東ないね確かにね、まあね、でまあ西の方で言ったらでかいのは瀬戸内国際芸術祭 で、うん、まあ、ちょうど中間ぐらいのは愛知トリエンナ、うん、はい、でかい、で、うん、この2つはもう二大巨頭っていうか、今年のね、そうね、今年のビッグイベントですね。ビッグイベントどっちも外せないなと思ってるんだけど、うん、でもう一つね、あの、うん、その中間地帯みたいなところに、うん、奈良アートプロムというアートプロジェクトがね、はい、今年奈良でございます、あのひっそりとスタートする予定なんですよ、はい、これ、うん、あのちなみに瀬戸内と合わせたとかはそういうことはあるの？それはね、ないんだけども、ないんだ、うん、なんか奈良ってやっぱり東京じゃない、うん、大阪とか京都に比べて若干印象が薄いと、まあ、本当はね、うん、日本一の古都なんですけれどもね。そうなんだけど、うん、まあ、観光資源としてはもうバッチリあるわけですよ。そうだね、逆に東大寺さんあって、うん、興福寺さんあって、でいろんなとこあっても、まあ、観光客はいっぱいいるわけだけども、逆にねアートがないはい、っていうようなことを地元のギャラリーさんたちが思って、うん、まあ、今年ちょっと花火を打ち上げてみようやというので、うん、去年あたりから動いてるのね、うん、でそれが、今年10月に、うん、あの知り上がりことぶきさんを呼んで、イベントをやると、まあ、そこがねまずすごいツッコミを入れたくてしょうがないんだけれどもまあ、うん、なんでってね、知り上がりさんなんで選んじゃったんだよ、いや面白いとは思うんですけどね、面白いね、俺その名前聞いた瞬間見に行きたくなったもんまあね、でも現代アートのなんかビエンナーレ形式でやるなんかアートプロジェクトだったらもっと他の人いるんじゃないだろうかっていうあたりで、知り上がり先生を呼んでくるあたりが僕は好きだけどね、そのなんか人選のセンスになんか僕は惹かれるものを感じました。まあ奈良のね、その現代アートのギャラリーがまあ、すごい真摯に、プロジェクトを立ち上げて、うん、まあ、みんなで現代アートの場を作っていこうというね、うん、すごく共感できるイベントなんですよ、うん、でもしあの興味のある人いたら、うん、4月の30日までは確か、うん、作家の募集をしてたと思うので、はい、ぜひ、あと3日ですけれどもね、でポートフォリオ、我とは思うものは、うん、ぜひ応募していただきたいなと。そうですよ、はい、ちなみに僕は実行委員でも何でもないです今乗ってみましたが、僕はね、はい、去年の、うん、奈良アートプロムのプレイベントで、うん、ゲストコメンテーターに呼んでもらって、うん、ちょっと批評の仕事をさせてもらったっていう縁があって、はい、まあ、今回ちょっと紹介できたらなと思って話をしているとこなんです。まあ、関わっているっていうことでいいですかね。でも一回お話をしたぐらいで、うん、まあ、そんなに関わりがあるわけではないんだけど、うん、まあ、奈良でもアートプロジェクトがあると、うん、奈良ならではの ねアートプロジェクトを展開していってほしいなと。僕ねキャッチコピー考えたんですけど、うん、なんですか、うん、アートならまんまじゃないですか、アートなら、うんうん、はい、はい、意味分かります？いいと思う、アートなら、うんうん、ならアートプロみたいな、あ、そういうつながりです。あれですか、上から読んでもみたいな、まあ、怪文っていう、ね、怪文ってやつですかね、はい、下から読んでも怪文にはなってないんだけど、なってないね実はね
本当だ。ごめん、今行き当たりばったりでこう、うん、コピーを考えてみましたけど、うん、失敗でしたね。いやでもね、結構いろいろツッコミどころが多くて、僕は見に行きたいね、うんうん、非常に見に行きたいです。ぜひ来てください、うん。まあ、他にもね、うん、また広島も今年もやると思うから、広島今名前ちょっと変わったのかな、今広島アートプロジェクトになったのかな、昔はちょっと違う名前だったよね。ああ旧中工場とかっていう、旧中工場アートプロジェクトだったけど、うん、今広島アートプロジェクトに名前変わったよね。そうだね、うん、あれが今年もあるのかな、おそらくあると思うんだけども、去年もいい面白い、アートプロジェクトだったので、今年も行けたら行きたいな。あとあれは混浴温泉世界は今年もやるのかな、あれはどうなんだろうね、うん、さすがに別府は遠いなと思ってるんだけど、あれは毎年ある系なんですかね、どうでしょうね、ちょっとまだ調べが進んでない、ね、ちょっと誰か今年アートプロジェクト報告会で報告してもらいたい、うん、ケースではあるけれどもね。そうだよね、うん、まあでも僕としても今年は、まあ3つ4つぐらい、うん、違うな、西宮船坂、うん、奈良、うん、六甲、うん、あと瀬戸内と愛知と行けば5つか、うん、5個ね、5つぐらい見、ね、あと広島入れて6つ見たらまあ上等でしょう、うんうん、そうだね。じゃあ俺は最低2つ見ると、2つ少ないです、砦と小金町と、砦と小金町はぜひ見てください、うんうん。まああと他にも所沢は今年やらないですかね。所沢はね、一応ビエンナーレなんで今年お休みですね。去年が展示だったんでね、うんうん、ただね、所沢に関しては毎年やんないと、うん、いかんのじゃないかなとは思うんだけれども、うん、ただちょっとまあ逆にね、今もう今年逆にやんないで、うん、準備時間をもうちょっとゆっくりじっくり作った方がいいのかなとも思う、うん、思う、両方思う。中之条はもう、中之条は一応2年越しですね、去年やったんだっけ、やったやった、うん、じゃあ、今年はないんですよね。中之条2008年だったような気がするんだけど、違うか、2009ですね、うんうん、僕去年見に行ったからね。あ、そうだね、うん、まあ、また今年もありますよ、アートプロジェクトはまだまだ、ね、うん、横浜が来年あるのかな、横取り、まあやれるならね、うん、ただ未だに全く情報がないので本当にやんのかなっていうのがちょっとこう、不思議というか、いや失礼ながらね、うん、ここ2発不発だったじゃないですか、ん、横取りですか、いや開国博がダメで、 あと横浜国際映像祭、国際映像祭クリームってやつが、うん、確か希望来場者数の1割しか入ってないとか、ね、来場者数的にはね、かなりひどかったみたいです ね、うん、っていう状態で、まあ企画動向はとりあえず置いとくとしても、うん、工業として成り立ってない中で、うん、またビエンナーレできるのかなっていうのがちょっと心配。まあね、確かにね、あと横浜って年中イベントやってるじゃないですか。ああ、そんなイメージですね。トリエンナーレビエンナーレ抜きにしても、うん、だから結構そういう意味でもうきついなと思うんですよね、うんうん、相当こう話題性のあるものを持ってこないとこう平均化されてしまうというかね、うん、うん、そういう要素はあるのかなとは思うけれどもね、まあ、なかなか、うん、横浜としても今財政厳しいって言えば厳しいだろうから、うん、文化事業にねどれだけ予算を割けるかっていうのは、うん、まあ、結構今分散化しちゃってるように見えるかな、うん、うん、というあたりが今年のねアートプロジェクト事情ですかね。はい、なんかめっちゃ話広がったような飛んだような、飛んだ、何の話、まあ、関西のアートプロジェクトの話から始めて、うん、まあ、僕奈良アートプロジェクトの話を最初聞こうと思って、うん、まあ、そしたら広がったかな。そうだね、うん、はい、じゃあ今日はこんな感じで、じゃあ、はい、いいですかね、はい、おやすみなさい、はい。